セラフィム2億6661万3336の翼は、押井守マモル原作、イマビン作画による日本の漫画作品。未完。本作は、機動警察パトレイバーにザ・ムービーのレイアウトを担当したイマビンが作画として、押井に誘われるという形で企画された。本作の立ち上げの背景には、アニメージュ1994年3月号で12年に、 渡る連載が完結した宮崎駿の風の谷のナウシカに続く新しい大型漫画連載の立ち上げを望む当時のアニメージュ編集部の意向があった。本作はアニメージュ1994年5月号から同志1995年11月号まで連載され未完のまま救済。それからはコミックス化もされず2010年8月24日に 亡くなった今瓶の追悼出版として、2010年12月4日に、本作が初単行本化された。連載時のクレジットは、序章から12回までが、押井守原作、今瓶作が、13回から16回までが、コンサトシ、押井守原案。単行本では、押井守、今瓶とクレジットされている。本作の基本的な世界観はすでに企画書の段階で、 おしいが考案した。おしいは当時、担当編集に対して、本作の企画を、自分が生涯に作りたいものの中で、一番大きな、玉を放ったと表現。いつかは映像化も視野に入れた、おしいの強い思い入れのある企画であった。作画を担当する今まは連載開始号で、今回の新連載は、おしいさんとじっくり話しながら作りたいですね、とコメントしていた。本作は、 押井の脚本に対して今瓶が疑問点を挙げ、それに押井が答えるという形で作画が進められた。コンサート氏は演出的な疑問点に対し質問だけでなく、自身のアイデアを含んだ提案も言った。押井も今瓶のアイデアを積極的に取り入れた。そのやりとりを続けているうちに二人の間に意見の齟齬が生じ、本作は一時救済。連載は再開することなく、 コンサト氏が成去し、未完である。21世紀初頭ユーラシア大陸の新王部で発生し、世界中に蔓延した天使病。天使病は、肉体の一部を変容させ感染者に強烈な幻覚を見せながら死に導く奇病である。天使病は柴叩く間に広がり、それによって多くの国家が崩壊し、世界は壊滅の危機に瀕していた。 各地で頻発する武装難民との衝突、浄化という名目で行われる、悲惨な虐殺などで世界が混乱する中、天使病の発端を探るため、少女セラ、バルタザルコとエラズマス教授、メルキオルと言われる、国殺しのヤコブ、そして犬のガスパル、セラフィム、セラフィム2億6661万3336の翼特馬商店。ありがとうございます。